国際標準書士記述を制定した国際図書関連名のロゴ国際標準書士記述とは国際図書関連名の目録分科会が策定し維持・管理する書士記述の国際的な作成基準である。書士情報の国際的な標準化と互換性の確保を目標としており複数の国の目録規則がこのイスブドに準拠して作成されている。イスブドは 資料別に作成されてきたが、2011年には FRBR に準拠した統合版が発表された。イスブドは、書式術に記述するべき情報について、エリアとその下に存在する具体的な記録項目であるエレメントという概念で整理している。なお、2011年発表の統合版からは、エリア例、内容形式と資料種別エリアが登場した。 エリアでは記述対象を内容形式、内容説明、再現に用いる機器タイプという3つの面で表現することを意図している。エリア内のエレメントは記号からなる区切り記号で分けられている。エレメントにおける区切り記号は各種情報源からの記録を交換できるようにしてある国で作られた書士レコードがその他の国の図書館の目録などに容易く、 受け入れられるようにする言語障壁を超えて、ある言語の使用者のために作られた書士レコードが、他の言語使用者にも解釈できるようにする、書士レコードのデジタル形式への変換を助ける、他の基準との相互運用性を高めるという四つを目的としている。また、書士記述は資料ごとの際を記述することを目的としているため、例えば、夏目金之助というあまり一般的でない表記で、 あっても、資料に書かれている通り記録するという、天気の原則を掲げているが、これは、書式術の作成基準である、イスブドにおいても採用されている。なお、イスブドは、RDA と互換性がある。1961年のパリ会議にて、標目に関する国際原則である、パリ原則が合意されたことを受けて、1969年に、コッペンハーゲンで、 国際目録専門家会議が開催された。これによりイスブド作成ワーキンググループが組織され、1971年に炭鉱所用のイスブド勧告案を発表した後、翌年の予備版を経て、1974年にイスブドの標準第一版を発表した。その後、築地観光物用のイスブドが検討される中で、資料種別のイスブド間の不統一の恐れが指摘され、 その結果1977年に資料の種別によらず全体の枠組みを示したイスブドが公表された。一方で資料種別の規定を行うイスブドの作成も進み、学府用のイスブド、古書用のイスブド、地図資料用のイスブド、継続資料用のイスブド、電子資料用のイスブド、一書資料用のイスブドなどが作成された。 1977年には国際図書館連盟の目録分科会常任委員会がすべてのイスブドを5年間固定しその後改定すると決定しイスブド検討委員会を設置した。1981年にはイスブズの一貫性の向上と書条項の調和、実例の改善、疲労マジ資料の目録担当者が適用しやすい規則の策定を目的として 改訂計画が発表され、その結果1987年にイスブドの改訂版が、1988年にイスブドの改訂版が、1991年にはイスブドと、それぞれの改訂第2版が、そして1992年にはイスブド改訂版が刊行された。また、1988年には構成部分の記述に、 イスブドを適用するためのガイドラインが出され、1990年にはイスブド勧告案が策定された。20世紀末には利用環境の変化に合わせて目録規則を変更する動きが生じた。1990年に開催された国際図書館連盟のストックホルムセミナーでは図書館が直面している経済状況目録作成経費削減の 必要性の認識利用者ニーズを満たす必要多様性や書士レコードが使われる様々な状況がもたらす広範なニーズにもっと効果的に取り組む必要な4点が認識されその結果1992年にイフラ書士レコード機能要件研究グループが設置されるとともに椅子部の改定作業の延期が決定されたその一方で 1992年には新たにイスブドが1997年にはイスブドを改定してイスブドが完工された。1998年イフラ目録文化会が FRBR を完工すると同文化会はイスブド検討グループに対し FRBR との整合性を目指したイスブドの改定を指示した。これにより2回目の全体改定プロジェクトが始動し、 2002年には、イスブド2002改定版、およびイスブドを改定した、イスブドが、2004年には、イスブド2004改定版が刊行された。2002年から2003年にかけて、エリア6の検討を行う、イスブドシリーズ研究グループ、イスブド間の不統一の解消と統一版の作成の実現可能性を検討する、イスブドの将来方向検討グループ、 資料一般表示の位置などを検討する資料表示研究グループが結成された。その後2006年には予備統合版の草案であるイスブド2006統合版がワールドワイドレビューに付され、同時にイスブドの改定が行われた。2007年には予備統合版が発表され、それに伴い既存のイスブズが廃止された。2007年に予備統合版が発表された後、 GMD の位置と内容に関する改定案の発表、及び統合版の全体総案のウェブ公開を経て、2011年には FRBR に準拠した統合版が登場した。一ブ度が改定されると、各国の目録規則もそれに合わせて改定されるなど、全国書士作成機関や個々の図書館が採用する目録規則に影響を与えてきた。また、 1961年のパリ原則に代わる目録の国際合意として国際図書館連盟が2016年に策定した国際目録原則覚書ではイスブドが国際的に合意された書士記述の基準として記されている。なおイスブドは全国書誌作成機関やその他の図書館が必要とするレベルの異なる記述の作成に配慮している。日本では 文字列に記号を挿入する習慣がなかったため、日本目録規則審判予備版では、イスブドを適用するも区切り記号を採用しておらず、書士事項の間に空白を入れる字明けで対応していた。しかし、日本目録規則1987年版の書士記述では、区切り記号も導入した。また、日本の大学図書館、高等専門学校図書館、 専門図書館が参加するナクシス CAT でもイスブドが採用されている。イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどが用いた英米目録規則の第2版はパリ原則とイスブドに準拠した。ありがとうございます。